あの高根、鬼すぐ誇り、その瀬尾と苦悶の惨禍、この大地燃え立つ命、ここは北上。Thank you.
Thank you.
して、どうもありがとうございます。本日の進行を務めさせていただきますアナウンサーの落合明彦です。どうぞ皆様のご協力で、長丁場ですけれども最後までスムーズに進行したいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。さて、今ご覧いただきましたけれども、なめしだ鬼転売の勇壮華麗なオープニング、いかがだったでしょうか。本日はですね、武流踊り大図鑑勇壮華麗躍動北から南からと題しまして、武流踊りの神髄を見ていただこうと8つの団体による大共演を企画しました。もうこれからですね、皆さんが本当にお腹いっぱいになるぐらいたっぷりと武流の神髄を楽しんでいただきたいと思っています。3日間のフル開催は4年ぶりのこの北上みちのく芸能祭り、今回ね、皆さんもうずうずされている方たくさんいらっしゃるんじゃないかと思いますけれども、早速スタートです。それではですね、主催者を代表しまして、北上みちのく芸能祭り運営委員会会長八重樫盛民よりご挨拶をいたします。八重樫会長、お願いいたします。主催者を退場いたしまして、ご挨拶申し上げたいと思います。本日は一之輔の祭り桜ホール公演においでいただきまして、誠にありがとうございます。本日の公演は、先ほど司会からもありましたように武流踊り大図鑑ということで、ユネスコ世界遺産登録の芸能団体をはじめ、県内外から、特に東北はですね、京都からの芸能団体を招聘し、武流踊りの魅力を堪能していただければと、このように思っております。今年の芸能祭り、先ほど司会が言いましたように4年ぶりのフルメニューということで通常開催になります。明日のですね、桜ホールでの鬼転売全演目公演、夜の祭り広場民族芸能公演、北上花畔のですね、徳永市と花見の夢など、数々のいろんなイベントを用意しております。プログラムを皆さん知れない方はですね、受付の方にですね、プログラムを用意しておりますので、皆さんぜひそのプログラムを見ながらですね、それぞれお楽しみいただければと思っております。特に各4年ぶりということで、実行委員会とかですね、各団体が、万全の準備を整えておりまして、ご来場を待ちておりますので、そちらの方にもデビュー効果をお見せいただければと思っております。芸能祭りが皆様方にとって安全で楽しい祭りとなりますように、ご協力をお願いして、また簡単ですが主催者を代表しての挨拶に変えさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。